BBT で学ぼうか学ぶまいか迷っている当時のご自分に今タイムマシンに乗ってタイムスリップしてでえその当時のご自分に声をかけてあげるとすればどんな声をかけてあげますかこれちょっと言っていいのか分かんないんですけど願書提出日過ぎてたんですねでも願書提出日過ぎてたんですけど、はい、いや絶対今勉強したいと思ったので「はい、過ぎてるんですけど願書出させてください」っていう懇願を僕電話でしたんですよ。はい そしたら「しょうがないですね」って言っていただいて <laughs> あの受けさせてもらったんで,たで、はい、まあなんかその自分でその実現したい方向性に気合で行動してきた過去だったので良かったんじゃないかな「そのまま行きなさい」って言いそうですね。なるほどありがとうございます <laughs>、はい、それはあの我々、ね、学校側としても大変な褒め言葉ですので <laughs> ありがとうございます。はい それからですね最後のご質問なんですけれども今の世の中にはたくさんの自分のキャリアはこれでいいのかなとかそろそろ自分もその大学卒業して一定の期間経つから自分をリチャージして学び直そうかなとかあのキャリアやライフワークライフバランスで悩んでいらっしゃる方とか多いと思うんですね。あの視聴者の方々にメッセージをいいいただければと思まますすよろししくお願いします 僕自身のメッセージとしては一番僕大事だと思うのが今聞いている皆さんがですねまずご自身のの幸せの定義をちゃんんととした方がいいと思ってるんですよ、うん、でそれはどういう状況なのかの解像度を上げることが家族との接種化も変わりますし今ある企業で本気で働く方が正解かもしれないですしもしくは新しいスキルをつけるためにこういったところで勉強する必要性があるかもしれないですね。けど なんかこう幸せの定義ができていないのに行動に移してしまうと多くの周りの方に対して迷惑をかけてしまうとかもしくは自分が実現したい未来感と違う結果が起こり得ると思います。なのののでまずやってみるるは幸せの定義そうすると 欲求といいますかあのやりたいこととかその自分の中での腹落ちと納得感が出てきますのでそこに対する行動力が生まれ説得力が生まれ多くの人たちに対して協力を得られるるよううなな環境とといいのは作りやすくなると思いますく思ま本当にやりたいのかっていったところを整理し、えー、学んだ先の未来感みたいなのもなんかちょっと想像してワクワクするんだったらぜひチャレンジいただくのも良いんじゃないかなと思っていいますはいはい、ありがとうございます。 えではあの本日は株式会社架橋代表取締役社長でいらっしゃいます中尾豊さんをお招きしてお話をお伺いしました、えー、中尾さん本当にありがとうございましたありがとうございました